巨人の助っ人左腕が2ヶ月半ぶりに証明。15日の日本ハム戦先発、請求に自信。巨人のフォスター・グリフィン投手が開幕2戦目の3月30日、阪神戦以来2ヶ月半ぶりの白星となるに証明。15日、日本ハム戦に先発する。14日、敵地でキャッチボールなどで調整。ローテ生き残りへ正念場の助っ人左腕はどんな球種でも初球ポンとストライクを取れるように、そういうコントロールを磨いてきましたと冷静に語った。グリフィンって防御率 5.59 なのか。今年でクビになりそうだな。2年契約中だぞ。都合だから強力ハム打線を抑え込んだけどグリフィンじゃ格好の餌食だろうな。グリフィンなら今日は大城先発なのかな。都合にはやられたがグリフィスならいけそうだな。大城なら負けだろう。他は今年組んだことないからなんとも言えん。巨人の先発いいって聞いてたけどなんでこんな雑魚が投げてんの？もしかしてハムでいう加藤みたいな感じか？バンパとかアリエルとかキリキリ前にされそうで怖いな。初球ストライク宣言とか狙い撃ちされるやん。名前グリフォンだったら強そうなのにな。読売によくある1年目だけ良かった助っ人感。1年目も大して良くない。1年目は発熱や打球頭部直撃で2、3回ほどローテ飛ばしてるし規定まで投げてない。2軍の控えレベルの投手で抑えられるの？グリフィンはたまに良い投球するし、たまに炎上するんよね。ご視聴ありがとうございました。